次にご紹介しますのが、小山大輔さん、主にフランスの自由ラジオなどに関連してのお話をさせていただきます。皆さんも、もう見ていただいていると思いますが、その先ほどのレジュメの、ではフランスの非営利放送についてお話をしたいと思います。まだちょっと連休です。はい、十数年前にヨーロッパの市民メディア、コミュニティメディア、取材に行く機会がありまして、そこでフランス の、 そういう市民を中心としたメディアに関心を持ちまして、だんだん毎年そこにこう惹かれるようになりまして、行き来してきたわけなんですね。で、そういう点でフランスに関心を持った経過がありまして、ただちょっとフランスと日本とはかなり状況が違いますので、同じ概念でくくり得ないところがあるかもしれませんが、まずさっきの説明、日野さんからもありましたけども、コミュニティラジオっていう場合、基本的には非営利が中心なんですね。というか非営利放送でないとコミュニティ放送としては認められないわけですね。でこの非営利団体っていうのは何かっていうことなんですけれども、これちょっとレジュメ、2番目のレジュメを見てください。1901年に法律ができまして、アソシアシオン、法っていうんですが、アソシアシオンっていうのは教会だとかね、団体とか訳していますけれども、要するにこう、集団ですね。で、アソシアシオン法っていうのがありまして、これはそれまではその団体がかなり、団体作ること自体がフランスでは禁止されたケースがあったんですね。女性の団体はダメだとか、から反政府団体ダメだとか、外国人の団体は認めないとか、でそういうことじゃなくて、1901年に、そういうアソシアションは自由でやる、2人以上のものが利益を目的としないということで、一緒にやること、これはアソシアションだというふうに定義されています。それで実はフランスではここもかなり中央集権国家でして、放送というのはね、国が認めた ORTF という、国営放送が長く放送を独占的にやってたんですね。戦後の NHK、 戦前の NHK みたいな形でやっていたわけですけれども、そこで、もっと自由な放送をみんながやりたいということで、海賊放送が始まりました。海賊放送ってのは海の中から、船から電波を発して放送するので、海賊放送、無認可の放送ですね。で、海からだけじゃなくて、今度は街の中からみんなで発信機を持てば放送できるというので、これイタリアから実は始まったんですけども、自由ラジオというふうに名前を付けまして、自由ラジオ運動っていうのが始まりまして、各地で、ラジオを発信することが多くなりました。で、政府がかなり厳しく、規制法を作りましてね、罰金とか、1ヶ月から1年間の、懲役だとかね、いろいろ厳しくしたんで、いたちごっこがあったんですけれども、でもいろんな運動過程があって、特に始まったのは原発、反原発運動の中から始まったエコロジストのラジオが一番強力だったんですけど、それは1970年代の後半ですね。で、フランス社会党もですね、そういう自由ラジオ、無認可のラジオを始めたんですね。それが当時書記長だったミッテランという人で、彼は訴追されるんですね、そういう無認可の放送を出したということで、でも彼はその後、この自由ラジオを合法化しようということを公約にして、大統領選挙に出て勝ってしまうんですね。で、そこで自由ラジオは、基本的には合法化されます。自由ラジオと、その場合は利益を目的としない地域の放送、ローカル放送という形で合法化されまして、
当時は、コマーシャルは最初は禁止だったんですね。今はちょっと違いまして、それもまあ民間放送をだんだんできるようになりまして、法律が変わりまして、今はコミュニティ放送というのは3つの要件です。1つは、非営利放送であるということ、それから地域密着であるということ、それから3つ目にはコマーシャルが 20% 以下であるということですね。そこまでは認められる、収入の 20% 以下、こういうことで、認められていますけれども、基本的にはこの地域密着ということ形が非常に強調されまして、フランスの場合には大きく言って電波の領域がですね、日本と違いまして、一つは、公共放送ですね、それから民間放送で、もう一つの枠としてコミュニティ放送というのがあるわけですね。でこの3つの放送の枠、これを確保するということが基本になってまして、このコミュニティメディアというのはそういう点で、何を目的化するかというと、商業化放送というのはどうしても確実的になる、主流的な文化だけの確実的な放送になるから、多様な放送を確保する、そのためにはコミュニティラジオが必要だと、こういう認識なんですね。しかもやっぱり重要なのは、視聴覚行動評議会という委員会が、電波を許認可を出すわけですけれども、その中の一つに運営の多様性ということを言っています。つまり運営がですね、一部の力のある人に偏ってはいけない、コミュニティラジオの場合ですね。だから運営する側にいろんな人が加わっていることがむしろ要件とされているわけですね。コミュニティ放送する場に、この辺が日本とフランスと大きく違っていることだと思います。ですからアソシアシオンというのが非営利団体で、これが放送を行う、これがアソシアシオンの放送ですね。でこのアソシアシオンというのは外国人もみんな入れますから、外国人が、やっている放送はこれは可能で、実際に多くの外国人が、ラジオ放送を行っています。ただし、その場合の代表の場合にはですね、外国人の場合でも一応、その国の滞在許可を得ている、滞在する権利を持っている外国人という形になっています。じゃあそこでちょっと映像を見て、フランスの場合大きく言ってですね、非常にやはり大企業がですね、メディアを所有してるんですね。でしかも軍事産業がたくさんメディアの株を所有しています。大抵軍事、それから建設、携帯、その辺がですね、雑誌、テレビ、ラジオ、そういうものを所有しているという形態になっています。だからある点で非常に大メディアの場合はですね、どうしても、こういう大企業に近い、形の放送なりコンテンツが流れる可能性がありますね。しかも、政府とそれから大企業というのは非常に密接な関係がありますから、政府の力はフランスといえども非常にメディアに関しては大きな影響力を持っています。休みお願いします。